はい、こんにちは。今回はね、トミカリミネットの、ものとしてカローラ1500、ここにレジ 50% というねシールが貼ってありますが、これは、あとトイザハローマックっていう昔ねライオンのお店があったんですよ。でそれが、潰れてしまった時にですね、買ったものだ。あえてこのシールがついて残ってるんですね。で、今ついてる値段から 50% だから、当時の価格が1260円、税込みで1260円だった。それを 50% オフで、買ってきたということなんですね。まあ売れ残ってしまったってことですね。でもまあ最終的にね、こうやって売れ残ってしまったものがそのままほったらかしにしてたらどうなるかって言ってたら、まあ売れずに残ってたらもう処分されちゃいますからね。だからそれを考えたら、まあ市場にその最後のそのお店がなくなる最後の最後まで残ってたっていうのはね、非常にありがたかったなというのが思いますね。でまあこれは、そこのね お店でまあ買ってきたものなんですが、まあこれが、トヨタのね、まあカローラですね。でこれは昭和62年、1987年5月に登場した6代目トヨタカローラは、クラスを超えた世界のハイクオリティセダンをテーマに開発された小型乗用車だと。で当初のボディタイプはフォードはセダンのみで、8月にワゴンとバンを追加。5代目にあったファイブドアディトクトバックはカローラ FX を引き継がれて消滅したんですね。で外見はセンターベースとするものの、軽くアーチを描くフロントマスクをはじめ、帽子より丸みを帯びたデザイン処理が施されたと。で電卓を四角くするともに、全幅と全長を最大したことでワイドアンドローのスタイルを確保。リアはナンバープレート近くまでカラードガーネッシュを採用し、テールランプと一体化させることでワイダー感を強行していたと。でインテリアはコンセプト通りクラスを超えた豪華さを演出。19グレードの SE リミネットでは、当時大流行していたスーパーホワイト2のボディカラーにマルーンのインテリアカラーを採用し、クラウンやマーク2と同じ組み合わせとしたと。で、インパネ周辺は回転系で速度計アクリル板を使用したほか、照明を点灯させると外部装が輝くクリスタルリングメーターを採用。5台目では空調操作が上、オーディオが下に装置されていたセンタークラスターのレイアウトを設置、トップにオーディオベースを確保。空調吹き出し口を挟んで空調操作棒を配置するカローラ伝統のレイアウトを開始していると。で上級グレードでは空調操作スイッチの一部にプッシュボタン式を採用したほか、ラジオに電子チューナー式を採用したんですね。で高級化路線を打ち出した6代目カローラはバブル景気の追い風を受け、平成2年1990年には社名別年間販売台数でカローラレヴィンとの合計で約30万台を記録。これは平成22年、2010年2代目に及び3代目プリウスに乗り換えられるまで国内最多記録であったということなんですね。で、これが、カツヤローカ確か EF90、AE91、AE92、CE90 ほかにあったと。で、販売期間が昭和62年の5月から平成3年の、6月まで、生産されていました。で、これが一番、安い価格ですと、本当にまあ安い価格なんですが、1500デラックスが89万3000円でした。で、一番お高いものでしても、まあこれも安いと思うんですけどもね、1600GT 163万1000円でした。200万もいかない値段で、買えたんですね。今みんな新車高いですから、今の車。そうするとその時代に比べて昔は当時は安かったですね。で、生産台数がこれすごく売れて924,592台、ね、100万台近い台数を売ってしまったということでね。確かにこのプリウスというのが、出てからですね、だんだん初代のプリウスってそんなに売れ行きはあんまりなかったんですけど、だんだんそうですね、この3代目ぐらいあたりからプリウスが爆発的にバーッとこう売れるようになりましたね。だからまあそれである意味そのカローラの販売台数をプリウスに取って代わったと言ってぐらい、まあどこか知っても今プリウスは事故ばっかり起こして大問題を起こしてますけど、まああれはどこ行ってもやっぱりあれでしたね。だからあのプリウスでの事故ってのは結局そのカローラに乗ってる人じゃないかと思うんですね。昔カローラに乗っていて、でカローラに乗った時はエンジンをキーを挿してグイッて回せばブッとエンジンがかかってたと。ところが今のプリウスってのは
エンジンをグイって、まあ、キーを差し込んで回すタイプじゃなくて、ボタンを押してブーってエンジンがかかり、メーターなんかも真ん中に設置されていて、P とか N とかそういったものも、この時代は目でこう確認できましたけども、プリウスというのはもうデジタル商品の中に入ってるから、まあ、そのエンジンをかけて、それでデジタル商品の中で出てくるから、オートマのところにそれが N とか D とかって書かれてない。で、しかも ND とかじゃないんですね。違うアルファ文字で書かれてるから、まあ、分かりにくいということがあると。だからそれで、だから結局とこお年寄りがプリウスに乗って事故が多いってのは、結局昔過労団に乗っていた感覚がすごく強く残ってるからね。だからそれをプリウスといういきなり操作方法が全く違う車に変えてしまったもんだから、だからあえて高齢者の事故が起きるわけですよ。だからまあ高齢者だとか、あるいは年寄りとか、もう障害のある方にはプリウスは乗らないでいただきたいと、もうそういうふうに思うぐらいも危険極まりない車ですからね、あの車は。だからまあそういった、車と比べてこの過労団の時代というのは良かったですね。エンジンキーを回せばブーってエンジンがかかりましたし、でシンプルでしたから、P とか N とか書かれてあってですね、でそれでその下を見ると PN ってこう書かれてて、それをで車を作動し動かすという非常にシンプルでした。でシンプルな中でこの6代目あたりぐらいから豪華になっていったんですね。ちょうどこうバブルへと突き進んでいった時代でしたから、バブルの絶頂期の時代で突き進んでいったから、この時代ぐらいからカローラがさらにより豪華になった。この2世代前ぐらいからカローラが豪華になってきたんですが、さらにこの6代目で豪華さをさらに超えて超豪華になってきたんですね。超高級車へとある意味こう進んできたものですね。昔はカローラっていうともう本当大衆車で、まあ一般的な車だったんですが、まあそれが、だんだんこう豪華になっていった。それ豪華からさらにより豪華へとなっていった、時代でした。で、ここでは昔同級生のね、女の子がいて、その人にね、その同級生の女の子が学校の帰りに迎えに来てもらった時にね、その時に一緒についでだから場所が同じ方向だからっつってね、迎えに行って、乗せてってもらったことがありましたけども、いい車でしたね、この車は。で、その時にこう、まあ、大衆車なんだけど、内装がこれ当時豪華でね、当時このワインレッドって言った、ワインの赤いブドウ酒のワインみたいな、そんな感じの色合いでね、で、非常に乗り心地がこう良くて、ふかふかとしていて、これ大衆車なのにこんな豪華でいいんですかみたいな、そんな感じのものを印象を覚えましたね。でもなかなかこれはいい車でした。で結局そこのうちの人も結構長いことこのカローラ持ってたんですね。よほど気に入ってたらしくて、20年ぐらい持ってたんかな、20年ぐらいこれ持ってたんですが、まあさすがに20年経ってくるとやっぱり距離数もすごいことになってくるし、まあ、あちこちガタが来たって、で部品もほらだんだんなくなってきちゃったりするから、でそれでもう泣く泣く手放しちゃったみたいですけどね。だけどももう結構乗ってましたね、そこのうちの人は。でこれは、このカローラはこの後ろのね、ところがこういうふうな、そうこういうふうなね、中にはこれカローラってのはね、グレードによってこんな地味なやつもあるんですよ。こんな地味なね、そう、こんな内装のもあったね。で、こういう色合いでね、あったんですよ。で、この時のカローラってのは、室内が白かったですね。で、白くて、こう、なんかね、いかにもカローラです、みたいな。大衆車です、みたいなね。そんな感じというのはよく見たんですよ、これが。この当時、あっちこっちこのカローラが走り回ってましたわ。大体このカローラかサニーか、どっちかだったんですね。トヨタで言ったらカローラ、日産で言ったらサニー、ホンダで言ったらシビックみたいなね。もう、あとは、マツダで言ったらカペラみたいな。もう、そういう大衆車が、バーッとこう走ってた。まあ、カペラというか、ファミリアか。マツダで言ったらね。だから、それがバーッとたくさん走ってたから。
で当時はみんな新車でしたからね。まあ中古となってもわずか2年とか3年とか、もう最近の中古車みたいな、感じになってましたから、こういう車が平気で乗り回せた時代だったんですね。で、まあ当時は今の時代と違ってバブル絶頂期でしたから、軽自動車に乗る人は今の時代ほどそんなに多くはなくて、昔はみんなそれこそ普通車に乗ってたんですね。で、それで別に普通車に乗ってるから、別に普通車の税金なんか軽自動車で比べたら高いんだけど、でも別にそれに対して別にそれほど苦だと思ってなかったんですね。実際それほど苦労じゃなかったんですよ、普通車の税金を払うのは。ところが今の時代はこんだけ貧しくなっちゃったから、もう普通車の税金を払うっていうのが本当苦痛に近いぐらいのね、高くなっちゃったんですね。昔はそういう自動車税金を払っても平気だったんですが、今は給料が下がってきたりなんかしてるから、稼ぐ金額が下がっちゃったりなんかしてるから、だからまあその税金の面で、で税金も下げろって話だけど、税金は下げらない、下げるところがむしろ上げてるから、だから厳しくなっちゃったんですね。だからまあ普通車を維持するっていうのが今の時代は非常にちょっと悲しい時代になりつつあると。だからこのままいけば、下手したら普通車というものはあと数年でなくなってしまうんじゃないかというふうな恐ろしさを感じますね。もしこのまま消費税を10%導入して、何度もかんでも税金を上げて、そういう状態のままキープしようっていう、こんな馬鹿げたことをやってるんであれば、もう普通車は売れるという時代はもう終わって、もう軽自動車しか売れませんっていう、そういう時代になっちゃうでしょうね。普通車という車が存在しなくなっちゃう。まあそんな風な、ある意味悲しい時代になっちゃうかもしれません。でもまあなかなかこういった車良かったですね。あと、そうそう、三菱といえば当時ギャランっていうのがありましたね。あれも大衆車ではあったんですが、まああれは好きでしたね。大衆車ではあったんだけど、よーく走ってましたけど、あのギャランは好きでしたね。ところがまあこれは、ギャランとシビックは好きでした。だけどこれはカルコーラはちょっと私個人的にはあんまり好きじゃなかったんですが、まあ当時よく走ってましたね。今これほとんど見ないね、もうこの方ね。もう昔はもうあれ、街中行けばあり、あ、田舎だろうと都会だろうとあっちこっち走ってたんだけど、今はもうほとんどこの車をもう現役で走ってんのを見ることはもうほとんどなくなりましたね。まあそれだけやっぱりもうね、年月が経ってきて、もう見ることがもうなくなったんだろうね。だからそういったものもなんかこう悲しいなというのもあるしね。でもミニカーってのはある意味そういうところが変わりなくずっとこう走り続けていられるから、そういうところがまあいいなというふうに思いますし、なかなかこのカローラのね、良さ、まあそういったところが非常にいいなと。本当バブルの絶頂期の頃に生まれた豪華なカローラという感じで好きな車でしたね。どうもありがとうございました。